ただいまのは撮影スタートではありません。号砲直前に体が動きましたのでスタートをやり直します。オンヤマ福田美鈴さん山手女子12秒35、7着前川凛太さん川崎市立橘12秒37、8着長谷川愛希さん中京大中京12秒44。それではインタビューです。放送席そして会場の皆さん、優勝しました児玉美鈴選手です。おめでとうございます。優勝した気持ち、向かい風で走りにくい部分もあったんじゃないでしょうか。昨日は向かい風強い球だと思って風を気にせずに走ることができました。記録に関してはどう捉えていらっしゃいますか。記録は良くなかったんですけど、決勝は勝つことを意識しているので、あ、目標だったという高校生の方、今後の目標はどういったところに置いているでしょうか。まずは自分の良くなったようにしっかり気持ちを切り替えて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。児玉芽衣選手でした。会場の皆さん、走り幅跳びで優勝しました坂井優吾選手です。おめでとうございます。まず優勝していきますか。一夜狙ってたんですけど、記録が少し伸びたことがあるので、最後の跳躍ではかなり悔しいような表情もありました。そうですね、8メートル近くまで行ってたので、ファウルしなければ記録も狙えたと思うので、最後の高校生活でなくなると思うんですけども、この存在、どんな存在になりましたか。中高一貫校で4年間下町に立っていて、その先に恩返しがいたと思っていい戦いでした。この6年間、次にどうつなげていきましたか。そうですね、2年後には東京オリンピックが2020年に開催する、ありがとうございました。坂井優吾選手でした。Thank you.
大会記録は2013年、脇南記録のマークした10秒19。日本高校記録も記録で10秒01です。予選準決勝の勝ち進みました1名の選手が、高校男子最速スプリンターの称号をかけた熱戦の舞台に立ちます。準決勝においては、1組先着で通過した福島琴音君、富山商業が10秒42で登場。福島君は大会戦ランキング2位、10秒3人の記録を持つ実力者です。続くのは同じく1組で2着の第1組桐蔭学園、10秒4と好調です。3番目は10秒55で3組1着通過の宮本大輔学南、宮本君はランキング1位10秒23の記録を持ちます。パターンは大会2連覇を目指しています。同じく2着通過のデーデーブルーの創造学学校校長を出席中です。どうぞご聴取ください。男子100メートル競争決勝です。紹介いたします。第2レーン鈴木陽太君、浜松工業静岡。第3レーン黒木元樹君、東京高校東京。第4レーン塚本ジャスティン準決勝、東海大前菜東京。第5レーン宮本大輔君、楽南東京。第6レーン福島さとる君、富山商業富山。第7レーン宇野大地君、桐蔭学園神奈川。第8レーンでリーディ・ブルーノ君、創造学園長野。第9レーンは藤部高原県俳優学園愛知。以上の8名です。それではインタビューです。放送席、会場の皆さん、優勝しました宮本大輔選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。メンバーになっていて、プレッシャーとかあったんですけど。